4月以来の試合決まりましたけど、今は現在はどういった状況でしょうかコンディションとはいかがでしょうか今かなりあの感覚も上がってきてあ、調子いい感じで、えー、作ってこれてますね。ここ最近で一番調子いいと思います。その調子要因は何でしょうかあ要因… まあ前の試合終わってからいろいろ考えすぎるのをやめてもっと感覚を大事にしてやろうと思って昔のそうしたらまあ調子が良くなってきましたかね今は本当ここ12年ぐらいで一番いい感じですねそれ,それは周りから見てても分かるような変化ですか うんわかると思いますね前の試合前とかは本当そのかん考えすぎちゃってもう感覚が狂っちゃってる感じだったんでその時に比べたら本当周りも調子良さそうだなっていうのはわかる感じだと思いますね今振り返って4月の小島戦 TKO 勝ちでしたけどどうでしたかあの試合はもう結果だけですね本当勝ちを なんとか拾えたっていうそれだけっすねもう試合の内容とか動きとかはもうクソだなって感じなんで自分はだから結果だけ勝ちだけ拾えたって感じですね反省点を挙げるとすればどういったところがありますか反省点、反省点全部です全部がだめでした。 反省すべきところをこう修正したりもやっぱりしたんでしたでょう,かうんそうですねまあその時からの修正というよりまあ本当に自分がいい感覚で戦えてた頃の感じを思い出すっていうのをずっと前の試合終わってからやってて、うん、修正というか、うん、そのいい感覚が取り戻せたって感じですね。 以前の感覚というと、ギラギラしたような感覚だったりとか、そういったものになりますかうんなんか、楽しんで戦えてる感じですよね、気持ちよく動けて、それが今、本当、取り戻せて、あの久しぶりに試合が楽しみですね。前回はデビ夫人が ラウンドガールドとしても注目あの登場して注目された試合でしたけど、あちらの反響はやっぱりすごかったですか。そうですね。デビー夫人のそういうニュースだったりとかで、あの見たっていう知り合いとかも結構いて、さすがデビー夫人だなって思いました。今回の相手大野選手についてはどういった印象がありますか。うん、スイッチしたり、えー、結構うまさも。 ある感じなんですけど、ガツガツ倒しに行く選手だなってイメージです、ね。警戒、警戒ポイントとかそういったものありますか。警戒、うんまあいろんな攻撃してくるんで、うん、まああのいいのをもらわないこと、うん、まあそこをしっかりできれば、あとは、まあ、自分が倒すだけって感じなんで。 対戦相手としてもこう楽しめる試合になりそうですか。そうっすね。ガツガツいつも通りガツガツ来てくれれば、うん、楽しめるだろうなと思いますね。だかガツガツ来てほしいですね。激闘を期待されている試合でもあるかと思うんですけど、やっぱそういうのはご自身としても清水も感じますか。いや激闘っていうか、うん、おもろい試合はしたいですけど、激闘っていうかまあ自分が 実力見せて倒したいですね。差を見せつけて勝ちたい。うん、やっぱ福嘉が強かったなっていうのを見せたいですね。前回はドロドロした試合でも何でもいいから勝ちたいっていうことでしたけど、そういうこともなく、今回はイメージ違いますか。そうですね。かなり今回はもうこの間はあの調子とか感覚が悪すぎて、もう、うん。 何も何ですかね考えられなかったというかぐちゃぐちゃやるしかなかった感じなんですけど今回は本当にいいイメージ持てているんでうんなんかいい感じで戦いそうだなっていう感覚です調子いいだけにこう短期決着だったりとかそういったイメージもできていますかまあ短期かもしれないし三ンドかもしれないしですけど。 まあ、KO、しかないっすね今回、同大会では、同階級のタイトルマッチも行われますけど、そこに関しては意識している部分はありますかうんやっぱ、まあ、そこでどっちがチャンピオンになっても、自分が、えー、ベルトに絡んだらおもろいんじゃないかっていう、アピールできるような試合をしたいですよね。 山本選手と佐々木選手と両方とも戦ってますけど、勝敗予想はどういうふうに感じてますか。相性的に佐々木選手かなという,ふうに予想をしてますね、はい、どっっちかだったら。ご自身としてもこう、一度敗れている佐々木選手とこうリベンジをかけて、タイトルもかけてこう対戦したいという思いはありますかししたたいいすす。ね。リベンジしたいっす 山本選手が勝って対戦するよりよりもモチベ、佐々木選手である方がこうが、モチベーション的にも高く望めそうですか、まあ、モチベーション的なリベンジっていうのも、タイトルだけじゃなくて、リベンジも一緒にできるんで、モチベーションはすげえ上がると思うんですけど、全然どっちが勝ってほしいとか、そういうのは特にないですね。どっっちが勝っても 俺が取りに行くって思ってますそれぞれ最近の試合を見ての印象もお願いしたいんですけどまずは山口選手どうでしょうかんやっぱもうこの間のあのー、タイトルマッチのあれはすごかったですねやっぱさすがだなと思いましたね、うん、では最近の佐々木選手の印象についてはどうでしょうかもうずっと勝ってるしこの間のタイトルマッチ見ても そのタイトルマッチを終えて次に挑戦するのは自分だっていうアピールかいやそんなすぐにっていうほどあのよくは出してないですし、うんまあ、でも次しっかり勝って、まあ、その次はそんないきなりすぎかなみたいなのは思ってるんですけど、まあ、その周りのファンからしても。 うん、まあ次勝って、まあその次もう一つ二つぐらい挟んでからでもまあ確実にチャンピオンに向かっていきたいなって感じですね。着実にこう上り詰めるという感じでしょうか。そうですね。まあもちろんやらしてもらえるならやらしてもらいたいですけどね、もうパッと。はい、では最後ファンに向けてメッセージをお願いいたします。ええ、九月十一日横浜でしっかり。 強いし見せるんで楽しみにしていてください。